はい、質問委員長と申します。先ほどね、ワイラーのガチャ、200連回して、ワイラー0、ビドガ0、欲しいもの0、とのことで、はい。ワイラー、ゲットしたんですが、トモトル700個あったんですけど、ちょうどほぼ使い切って、ワイラーをレベル上げました。はい、こちらですね。で、持ってる団子とかルビー使って、ルビーもね、時短分のために取っておいたんですけど、まあ、意外と余裕ありましたね。時短とかしたことないんで、1万ルビーぐらいちょっと取っときたかったなと思ったんですけど、意外と、5000ルビーぐらいで、まあ、スキルと、まあ、団子がいけました。で、団子もね、見てください。407。はい。もうね、ワイラのために貯めてた団子全部使いました。もう、はい。ルビーも時短もして。底力に関してはちょっと、11まであるんですけど、底力、あ、嘘です。9まであるんですけど、まあ、3、まあ、四空、36、3600ルビー払わなきゃいけないんですよ。そこ振る。ちょっと、さすがにって思ったんで。一旦団子フルで使っていこうと思います。で、一応まあ、裏ワイラでいこうかなっていう感じですね、今のところ。はい。強 P とかあまり気にせずに、ちょっとワイラについて学ぼうっていうことで、やっていこうと思うんですが、ワイラ、今、まあ、出て、まあ、ちょっと立ってる。まあ、ちょっと、まあ、出たばっかなんですけど、まあ、今のところ別に必須ではない。なんならむしろ、転生にしてはちょっと微妙じゃないっていう。バリスタついてるワイバーンみたいな。いろいろ散々言われてるんですけど、まあ、ちょっと俺がね、言いたいことがあるんですよ。それに対して。とりあえずじゃあ、まず行きましょう。デッキはね、この裏ワイラーボックス作ったんで、ピクシーワイラーでとりあえず行こうと思います。皆さんすいません。ワイラー、サビリダにするのを忘れてしまいました。まあ、頑張って引きに行きます。いや、サビリダ今までさ、変えることなんてまだないからさ、忘れてた完全に。いやー。あー、結局来なかった。で、召喚数、ちょっと鬼すぎじゃない？ちょ、ブッパで勝つわ。まあ、フォアガもね、ワイラも白と黄色なんで、まあ、実質ワイラっていうのが優秀がさ。まあ、召喚数がね、2減ってコストが2増えたワイラと思えば、ね、そんなね。ワイラに対していろいろ言われてると思うんですけど、ワイラって知るべきなんだ。ワイラって、何？水じゃない？まあ、今、転生キャラじゃないですか。で、運営が転生、白ドラの運営が転生キャラを微妙なまま放置するはずがないんですよね。本当に、これは絶対に俺はそう思ってる。で、これからの売り上げに響くわけですよ。転生キャラが微妙だと。って打たない。ピクシー行ってもさ、来るんしょ、レイドラ。あかんすぎん？ちょっと。オードロー狙いでいくわ。いやね、今は確かに微妙だと思うんすよ、俺も。まあ、めっちゃ、まあ、強いと思うんすよ、全然。結構やってることちゃんとバグってるし。でめちゃくちゃに強いかと言われたら別に決してそんなことはないと思ってるんで。はい。それはね、私も分かっておりますよ。相手ツンツンしたせいで、リースが死にましたけど、射程、あれで。でも絶対に、情報なんなり、修正なんなりが来て、必ず、必須キャラになると思ってます、私は。どうです？なるでしょ、あのキャラは。必須に、さすがに。いや、転生キャラが、必須でないなんてことはあっちゃいけないんですよ。小麦補正取られなければ別に負けないんで。はい、ラッキー。勝てたんですけど、チケットがないんで、チケットじゃないわ、裏ワイラにしてないんで帰りますね。いや、オッケー。サブバイラー、オッケー。白ドラのオリジナルキャラが、
弱くなる、弱くなるって言い方もまあおかしいけど、まあ、下方来たりして別に使われなくなることって、別にいっぱいあるじゃないですか。まあ、現に、ね、昔、さっきめちゃくちゃ強かったけど、今は、みたいな。ちびぐりめちゃくちゃ必須、オブ必須だったけど、まあ、今も強いけど前ほどじゃないよね、みたいな。で、悟空とかがね、なんかそのうち、あれじゃないですか？てか、俺の歴史、白ダラの、あれで言うと、俺が白ダラ始めたばっかの時って、ゴーストってキャラが、絶対必須マンだったんですよ。強すぎみたいな。でもまあ、そういうことなんですよね。ワイラ、ワイラってさ、空にさ、届かないんだよね。俺、ピクシーで見ますか？ピクシーなら見るんで。行ってらっしゃい！バカ野郎。なんで、え、バカすんなよ俺。マジよ、このゲーム。何かおかしい。てか、ワイラ出し、ワイラじゃないわ。ブラドラ出しちゃダメだ。ブラドラじゃなくて。トレガーを上に出しましょうね。ピクシーじゃないとブラブラやれないんで。まあ、何を言いたいかっていうと、まあ、でもコラボキャラもそうなんですよ。コラボキャラも結局、めちゃくちゃ強いじゃないですか。でもそんなコラボキャラよりも、確実に安心してみんな育成できるのが、転生だと思ってるっていうか、運営がそういう方針に決めてるんで、もう。絶対結構取らないと。どうお前ら。下には射程持ってるけどなんだよ。無理じゃね？普通に。謎に鳥でもね、取られすぎてる。え、これチンされるまさか。悟空がね、やれないって感じですか。悟空もね、こんな感じに今すごいね、ことしてますけど、まあ、どうです？一年後とか。絶対こんな、使われないって分かってると思うんですよ、みんな。でも転生は絶対にそうならないと思ってるんで。まあねー、いや、ブラドラ30フルなんだよな。いいんだけど。どうしよう。まあ、これでいきますか。いや、転生キャラっていう時点でもう、強かろうが弱かろうが絶対に深い育成するべきだと思ってるんですよ。だって絶対に強くなるんだもん、転生キャラって。そう思いますよ、私は。昔もね、金木がぶち壊れすぎて、ね、何が何だかって感じだったんですけど、コバイラさんじゃん。うわ、豪快王きつい。横射程ないんだもんね、ワイラって。ワイラどう？解放。死んだあれ、上の金木、てか、ワイラ、上金木めっちゃきついんで、これで、しまきますか。ファースト死にしてもらって、お、強い！これは、今の、支援火力は。なんだ、悟空。いやー、これさー、やばいの来た。終わっちゃー。クイーンリーは無理だ、さすがに。いやー、え、めっちゃ頑張ってる、これが。だったら、あれは多分ファーストだけでやれる。今ね、上をね、こうゴリゴリ攻めていくことが大事。ですよ、剣士？剣士 OK なんですよ。溜まってる？溜まった。あれ？ワイラ強くね？ワイラ強くね？あいつ対空とかないよ。そうか。こいつワイバーンなんだもん。
そうだよね。対空ないとオアだよね。あ、コストがないらしいです。じゃあ、下からちびぐりさん失礼しましょう。こんにちは、どうも。はい。いや、マイラね。いや、バリスタはめちゃくちゃ強いと思う。でも、スキルがちょっと微妙。まあ、スキルがちょっと、スキルも強かったらさすがにちょっとね。まあ、なんか、対戦ですって。ブラドラークイーンでしょう。今マジたまたま勝っただけだもんな。いいです。さあ。いやー、どうなんでしょうかね。いやー、俺は絶対育成して損ないキャラだと思うけどね。うわー、サイクロガールマジ怖え。いっか。ワイラね。いや、俺は絶対育成した方がいいと思うけどね。だって、保証されてるんだもん。どんなに分かろうが必ず、何必須。ぐらいの強さは保ってくれるキャラっつうの。いやーそれ3位ね。金切って使い道ないでここで流すんですよ。一旦マモスターしといて、これどっち行く。あ、3位なんだ。あ、サボテン行くんだ。へえー。あ、チビが行ってるね。ちょめちゃくちゃきついことされてる今。ナイス、ナイス。ビーム打つ前提ね、かなり。たくさん。いや、今のさ、前ら添えてあげろよかったね。上を倒してくれんじゃん。これさ、上、それで抑えようぜ。ここ、こうして。言いたいこと伝わってくれるかな。これ相手絶対さ、ワイラ落とせないじゃん。いや、ワイラ、射程が、浅くて、いや、あれ、ドライター。なんで一本目取られたんだろう。あれ？あ、そうか、飛ばされたんだ、3位で。リーダーさえ強いな、普通に。今の感じ見てめちゃくちゃ持ってるってか俺が持ってないだけ。団子フルバイラって大砲何角なんだろう。うわ、めちゃくちゃ気持ちいい人なんだけど、大丈夫あのロボが。いけるか。綺麗な色したら、左4体。で、右これ。真っ黒と、毒キノコで。サイの落としちゃう。サイちょっと、やだ、トラウマ。あー、はい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 。打ってこない人間だったね。取れないかも。取れなかったね。あー、いたかマモスタしといて。あ、ダブルに刺さってる、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 刺さってる。あ、同じ位置にいっぱい出すの弱えな、絶対これ。何このロボがあるけど俺。あれ、とっさの判断でさ、ロボ側を出してしまったんだけど、最前線に。30フルロボガル強えよ。ごめん、そんなのなかった。サイが一番強い。一旦マモス足しといて、負けですね。やばいな、それ弱い。いやー、それは、いやー。そっか、真上に上がって、下にチュンチュンとかやってくんないんだね。そうだね。シマリスリーダー。うわー、強そう。ワイラねー。まあ、今は微妙かもしれないけど、さすがに転生シリーズの顔に泥を塗るわけはないから。必ず情報なりなんなりが絶対に、来るとは思いますよ。私個人の意見としては。あ、ちょ、撃ってくると思って剣士でした。やべ
アシュラはきついけど、あ、バリスタが、いや、まあでもアシュラが一番強いし、一曲バカきつくね俺。ピクシーとこうぜ。さあワイラースキル製造マシンになってもらいつつ、なんでそういうことするかな。でそういうことするかな。な、もうやだアシュラとか言うけど。いやーちょっともう一本前で切らざるを得ないってやつですね。ね、バリスタが全部シマリスに捨てられたら。そう。まあ、強い。いや、置いたって。うん、ちょっと待ってな。左手から剥がれる。めちゃくちゃコスト負け、コスト負けってなんだ、めちゃくちゃコスト負けしてんのどっかで。俺の知らないところでめちゃくちゃコスト負けしてると思う。何なんだろう。魔導か。魔導が何もしてなかったな。負けか。まあでも。優勝負ける方がな。いやどうなんだ今のは。いや別にあれするならブルードとかチビキクとかでいいんだもんな。正直なんかめっちゃマッチングない？ちょ遊んでる場合じゃないかもしれない。普通にやばいかも。ゼウスね、もう嫌じゃ。ゼウスを狩れるキャラが欲しい。やばい。いやマンジーで頑張りますね。はい、そうです。いやてかマッチングめっちゃいいな。ちょっとこれあれだわ、速攻でちょっとワイラなんかやめて、ちゃんと やりますね。ゼウスかきついな。ピクシーいったら負けるな。取れるんちゃうーん。出た。あぶね。今、剣士かと思ってさ、そのシマリス、2体落ちそうなったらびっくりしよう。3体出たら、シマリスが。知るべきなんだ。まあ、金木とかも流しておきます。うわー。ピクシーもダメだ、これ絶対いない。ゴスが重すぎる。え、ガチでゴスが重い。死ぬんかい、そんな簡単にあんたゴス。俺の2倍やら返して。これさ、こうじゃね。あ、さすがに前行きすぎ。でもさ、関係ないよね、飛んじゃえば。そうなるじゃん。まあ、あとは、まあ、これでいいっちゅうわけ。そのミスったら。ちょ、なんか画面がおかしい。もう置いたよ。あーどうせ負けただ俺。白ドラって素晴らしいな。いや無理だよ。チビクロの虫。嘘だろ。何でも持ってたじゃん。いやダメか。まあてな感じでワイラーなんかいろいろ言われてると思うんですけど、必ず深い育成は絶対にしておいた方がいいなって僕は思います。僕はね、はい。まあ、てことでウイニチュでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。